とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、新しく入手したこの武器、使っていきます。これ、星なき夜。まあ、以前、使ってみて、すっごい強いっていうのは分かったのよ。でも、これ、さらにエンチャントがいいやつが出たので、使っていきます。黄金スキルで、エンチャントのオブにダメージが倍。だね。そして、エンチャントに、追い打ち、働き鉢、奈落の攻撃。です。奈落と追い打ちで、ダメージは抜群に出せます。で、働き鉢。これがね、防御として、使えるんで、うん、タゲを取ってくれるんでね。防御して使えるんで、入れてます。さあ、どんな感じでいけるのか。古代狩りにね、ちょっと行ってみようかと思います。古代狩りの、78%、1.3 人。だね。で、ハテナがあるから、そのハテナのやつが出てきてくれれば、嬉しい。はい。プラス25。突入だ。まあ、とりあえず行きましょうか。27かチェスト。微妙だなぁ。27はちょっと微妙だぞ。うん。よっしゃ。おい!とんでもねえ火力。素晴らしいなぁ。で、このね、蜂たちがターゲットを取ってくれるってわけよ。素晴らしい火力。むちゃくちゃいいね。むちゃくちゃいい。耐性付きの、このゴリさんを、あの感じで倒せるっていうのは、すごいよ。でも古代人出てくれるかな?古代人が出てきてくれないとちょっと、面白くないんだよね。せめて一体以上、来ちゃって。このマップ結構鬱陶しいってことだな。あれでしょ?横から回って、階段に登っていくっていうやつだよね。いや、パンダ、これ多分結構 HP 高いよ。あぶれ!どこ行くお前?はいはいはい。いやー、このね、追い打ちと奈落の攻撃の2枚看板はやばいね。すっごいダメージ。で、さらにこのパワーよ。パワーポーションが入ると、もうエグすぎる。うん。敵がゴミのようだ。ゴミのように処理していける。うん。1400万とかも出てるね。めちゃくちゃ、いい感じ。で、弓にはね、クールショットダウンが。あ、クールダウンショットか。クールショットダウンって。ちょっと、変な言い方になったけど。あれもついてるんで、いいよね。あ、なんだなんか、やたらダメージを食らって、待って待って。どこ?あ、こっちか。お前か。うっこいなぁ。ちょっと待って。ここは戦いづらい。よし。オッケー。若干回復したっしょ。イリュージョンはちょっとうっとうしな、あいつ。倒してやりたい。どこ?ここか!いや、実態さえわかればね、余裕だよ。余裕。ちょっと、これは、なかなか、洞窟がない。あっちから来たもんね。あった。頼むよ。まあまあ。古代人は少なめっていうのは分かってるから、せめてここで、おお、いいね、上にある、上にもある。出てきてちょうだいね。お願いしますよ。違う、こっちは?こっちはどうだ?おお、でもこれか。これかい。新しいね、見たことない古代人の方が良かったけども、まあ、とりあえず、これの火力を見ることにはいいでしょう。行くぞ。3発。ひどい攻撃力だ。
あー、でも、あ、なるほどね。なるほど。そうか、そうか、そうか、そうか。弱点はトゲだ。トゲには、ちょっと弱いわ。はは、反射ダメージで死んじゃう。はいはいはい。あ、わあ、マジでかよ。そうか。まあいいや。とりあえず、この弓をゲットして、次行きます。反射ダメージに弱いか。まあ、こういうね、攻撃力高いやつには、それは仕方ない。うん、昔からそうだからね。お！あー、いや、違う。これ新しいやつじゃないな。まあいいか。とりあえず、倒しますか。新しいやつだったらね、よかったんだけど。あ、ここか。あー、パワーがついてないね。パワーつけてから行くか。あー、まあパワーなしでも十分強いんですけど。パワーつけていくと、出ない。さらに早いんだけど。行きますよー。いい。ああ、鬱陶しい。霊気鬱陶しい。でも、トゲじゃないから全然大丈夫だわ。トゲは本当にやばかったわ。よし、オッケー。もうないかな？どうだ？はい、ということでクリアですね。古代人はあれからは出ませんでした。新しいやつがね、出てきてくれれば嬉しかったけども。まあ、とりあえずこの、星なき夜、めちゃくちゃ強いので、スタメンとして使っていきます。これはめちゃくちゃいいね。はい。ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。